今日はこちらの、ご飯屋さんで和食を食べさせていただくということでありがとうございます。ちなみになんですけど、パスナさんでは夕食は、ここのなんていうんですかね、飲食スペース全ての店が、社員さんなら無料で食べられるっていうふうにお聞きしたんですけど、そうです、本当なんですかね、はい、やばい食費かからないですよね。かからないですね。いいなパスナ入りたということで、はい、食べ物じゃなかった食事が来たので実際に食べさせていただこうと思います。すごい豪華ですよね。こんなランチからこんなにいただけるのかっていう。お米もあって、はい、うどんもあって、刺身も盛りだくさんですけど。いや、本当に。ではじゃあいただきます。はい、いただきます。いただきます。うん、美味しい。しかもなんかエビ比率が高い。僕がいつも食べている天ぷらは9対1の割合で衣なのですごく。めちゃくちゃ豪華じゃないですか。天ぷらと刺身と。うどんもあってご飯もあるっていう。入社して太ったとかはありますか？ごめんなさい、すごいなんかハラスメントで申し訳ない。ナチュラルなハラスメントをしてしまいました。答えなくて大丈夫です。いや、はい、いやでもここで食べるようになって正直太りました、うん、おやっぱりでも今ちょうどいいですよ。いやちょっと痩せないとなって運動しなきゃなって思ってます。パスナさんはどういった、会社の概要でどのような企業理念とかっていうのを教えていただいてもよろしいでしょうか？はい、わかりました。パスナとしてパスナグループは、はい、社会の問題点を解決するという大きな企業理念。社会の問題点を解決する、はい、はい、考え受けています。でその社会の問題点が、まあ、特に私たちは総合人材サービスっていうことがあるので人に関わる問題を解決するというのが、まあ、大きなテーマになっています。はい、その中で先ほどの地方創生とかと思うんですけど、やっぱ人材サービスっていうと派遣とか就職とか、はい、そういうイメージがあると思うんですけど、はい、こう地域の雇用を活性化させるっていう意味で地方創生事業をやったりとか、まあ、グローバルな人材を育てたりとか、はい、そういう研修をやったりとか本当に幅広くいろんなことを。そうなんですね。その人材サービスだけにとらわれずいろんな事業に、幅を広げているっていう、はい。ちなみになんですけど、お二人がパスナさんを入社したきっかけみたいな志望動機みたいなのを伺ってもいいですか？就活っぽいですね。私はもともと人に関わる仕事がしたいっていうのが大きくテーマとしてあったのと、はい、女性でもバリバリ活躍できて若手で活躍できる会社になりたいっていうその3つの軸があって結構いろいろ広く見てたんですけど、はい、最初私人材会社とか全然見てなかった中で、はい、たまたま見つけて人に関わる仕事できるし女性のマネージャーとか女性の管理職もすごい多いんですよ。そうなんですね。そういう人とこうなんか OBOG 訪問で出会って女性でも活躍できるし1、2年目からいろんなことに手を挙げてチャレンジできるっていう。あ、そうなんですね。はい、聞いていたのでそれならここしかないなと思って入りました。なんか僕のイメージではパスナさんって大企業じゃないですか。だからなんか若いうちから裁量を持ってやるっていうよりはむしろなんかベンチャー気質がないよりの会社なのかなっていうふうに勝手なイメージを持ってたんですけどそういうわけではないんですね。そうですね、まあ、研修はすごいしっかりしてます。研修期間は長いんですけどでも私は大企業というよりもなんかベンチャー気質の方があるようなイメージはあります。まあ、確かに今日見させていただいた中でも新規事業部が何個かあったりとかそれこそマジあでも全く関係ないようなこともどんどん広げていってるっていうイメージを受けたので納得しました。で実際そのような何ていうかね憧れというか魅力にを感じてパスナさんに入ったと思うんですけどぶっちゃけ入ってどうですか？皆さん2年目3年目で結構一定の期間パスナさんに入ってたと思うんですけど実際のところどうですか？でも私はそれこそ若手でいろいろチャレンジさせてもらえる環境にすぐ飛び込んだので、はい、で環境としても先輩がすごいフランクな会社なんですね。なんか先輩後輩で先輩がいるから帰れないとか、はい、そういう固い人間関係はないので分かんないことはもう隣に先輩が座ってるので教えてくださいって聞けますしでいろいろこうやりたいって言ったらやらせてもらえる環境はあるなっていうのがあるのでなんかそういう意味でギャップはなく逆にこんなに若手でやらせてもらえるんだっていう驚きのギャップというか、はい、いいギャップ、あ、いいギャップがあった。すごい100点の答えじゃないですか。100点の答えしか出てこないな。なんかあんまり
本当にそうってことですもんね、うん、なんかいいですね。そして嫌なこととか人間関係で嫌だって思ったことがまずないので、はい、そういう意味でやっぱ働く、ね、人がいい恵まれてるっていうのが一番いいのかなって。松江さんもそうですか。全然ギャップはなくって、本当なんですけどね、作ってるみたいな。ギャップないとかだったら嘘っぽいから。いやでもまあ本当なんですもんね。いやそうです、お酒飲ましたほうがいいと思います。どんどんできないとか。やっぱ人が優しいっていうのは本当にそうで、まあ、就活の時からその王子訪問もしてましたし、本当に優しい会社なんだなっていうふうに思って、入ってみてからもやっぱり先輩みんな優しいし、あとおもてなし精神とか、やっぱりそこは代々もう受け継がれていってるんだなっていうのはすごい感じます。後輩にどんどん伝えていかないといけないなっていうのはすごい感じてます。優しい人が多いんですね。優しい人っていうとなんかざっくり過ぎてるような気がするんですけど、ピュアな人。ピュアな人、そうなんですね。誰かのために頑張ろう。ああ、なるほど、ね、社会貢献精神が強いというか、自分一人で完結する仕事がほとんどないので、みんなと協力しながら進めるとか周りを巻き込んでっていうのが結構多いですね。あ、頼って頼られっていうのが多いかもしれないですね。じゃあ連携していく中でいろんな人と関わると思うんですけど、はい、嫌な上司とかはいますいません、まあ、いますよね。いますよね。これ嫌なくていいです。で、具体的にお二人が、普段されているお仕事としては広報っていうふうにお聞きしたんですけど、広報部っていうのは何をされるんですか。広報部はもう会社全体の広報で、はい、先ほど松江からもっていうのは、いろんな事業がどんどん毎日毎日生まれていくので、はい、まあ、それを外に発信する、まあ、かつ社内の人にもやっぱりそれだけ事業があるので、はい、社内の人にも新しい事業を知ってもらうという、はい、私は主に淡路島の広報を担当しているので、はい、まあ、現場と連携を取りながら、まあ、取材のアテンドのこう指示を出したりとか、はい、雑誌の構成チェック、正しい情報かどうかチェックをしたりとか、はい、あと淡路とやっぱりミーティングをしないと今どんな状況か分からないので、遠隔でスカイプでミーティングをしたりとか。記者的な要素も入るんですか。そうですね、まあ、書くっていうのは、まあ、ニュースリリースとして情報を書くっていうのもありますし、記者さんとかが書いてくださったものをチェックするっていう部分もありますね。結構あれなんですね、なんですね、広報って言ったら外にバンバン出てっていうイメージがあったんですけど、うん、と中の緻密な作業も必要とされているんです、ね、そうですね、どちらかというと外出るよりも結構中でやる作業が私は多いです、ね、ちなみになんですけど、お二人が、就活生の時に3年前とか2年前とかになると思うんですけど、どのような就職活動をしてましたか。なんか就活の時にこれやってよかったっていうポイントみたいなのがあれば教えていただきたいなっていうふうに思います。はい。私はもうこれ絶対お勧めしたいのがあったんですよ。はい。行きたい。行きたいですよね。行きたいです。はい。タコ分析、いや普通かもしれないですけど、タコ分析。自己分析は多分みんなもうこうやってやれると思うんですけど、はい、私はタコ分析をやってよかったなって思って、はい、その時はなんかタコ分析のツールとかあったわけじゃなかったんですけど、たまたま友達が自分でなんかシートみたいなの作ってて、はい、これ私の書いてって言われて書いたんですよ、はい、で私もついでに書いてもらったら、なんか自分が思ってた強みがこの人にとっては弱みだったり、逆にこの人にとってはでそれ強みでって言ってもらえたり、この時は私所属する場所によって強みが全然違うなっていうのが見えてきたんですね、はい、なので、まあ、そういう意味で言うと適応能力があるんだなっていうのがポッと見えてきたりしたので、なんか自分の評価じゃなくて他人から見た自分の評価っていうのが多分面接の時はそれが印象として大事だと思うので、結局面接は他人がやるので、はい、そういう意味で言うと他人から自分を評価してもらう、見てもらうっていうのはすごいやってよかったなと思います。いいですね。私40人ぐらいにやってもらいました。そんなにやったんですね。じゃあ一旦食べますか。もう取れ高は十分なので。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。
はい、ということでですね、いろいろお話を伺ったんですけども、麻生さんはすごい魅力的な会社さんだなっていうふうに思いました。ありがとうございます。またぜひ、遊びに来させてください。ぜひ。はい、ということでですね、パソナさんのホームページなどが下の概要欄にあるので、よかったら覗いてみてください。ということで今日の動画は終わりです。ぜひチャンネル登録お願いします。じゃあな。